とそして阿波谷、この2人がフル出場というここまでの藤枝。縦にボールを入れます。縦に入れてうまく岩渕がパスを出しました。さあチャンスになる、シュート、きっちり決めた。結果を残しました遠藤純喜、スタメン起用に応えました。勝ち越しゴール1対2。岩渕から絶妙のパス抜け出して最後はキーパーとの1対1、遠藤が落ち着いてゴールを決めました。再び勝ち越しました藤枝前 FC。 今日が11試合ぶりのスタメン、今季2度目のスタメンでした。その起用に応えました。移籍後の